花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。金尾義郎の音楽魂、今日もいい天気で楽しくやっていきましょう。まずは松下としみさん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします、ね、久々の金玉じゃない？そうですね、ね、今日はね、まあのんびりした感じでね、はいはい、やりましょう、はい。まずはね、金尾義郎フルボディの中から今日一曲聴いてみましょう。ハングリーアングリー。かっこいい。はい、花尾フルボディからですね、ハングリーアングリーをお届けしました。いかがでしたでしょうか、ね。まあ、こういう曲もありますよね、うん、相方の司さんのハープ ね、 ね、あ、司君ね、音聞いた瞬間に当たりましたけど、ね、太い太いね、一生懸命やってもらってね、うん、まあ、結構大変でしたけども、ということでですね、はい、今日はお便りからいきますか。いきますか。じゃあね、はい、珍しくね、うん、チャーリーさんがメールで来ました。あ、それもちっちゃくてね読めない、チャーリー佐藤です。はい、祭日の金玉オリンピックスペシャル楽しみにしておりました、前回の東京オリンピックでは小学生でしたね。割り箸に日の丸を貼り付けて成果を応援した覚えがあります。なるほど。人生において2度の東京オリンピックに立ち会えるなんて幸せなことと思います、うん、開会式に先立ち、金尾さんのシャウトを正座して聞かせていただきます。
君が代でもいかがでしょうか。君が代は歌いましたね。後楽園ホールでね、ピュアゼイジェイっていうか ありがとうございます。今日は投げ銭がないです時にね、歌わせていただきました。君が代考え深いですよね。あれはやっぱ良かったですよ。あれはねやっぱ緊張しましたね。緊張します。君が代難しいよね。いろんな人が歌ったの聞いたんだけど、僕一番良かったのはね、自分はこうあんまり癖を出すとダメなんだよね。個性的にね。そうだからもういろんな人の聞いてみたのよ。でも1週間しか時間なくて、それでちょっと聞いて本番に向かったんですけど、一番良かったのは、ほら演歌の天童よしみさん。天童さんの君が代が最高だったね。結構 YouTube でいろいろ上がってますね。上がってる、ね、ちょっと面白いと思う。あんまりだからさ失敗作品上から出すぎちゃうと上から出すぎちゃうと大変なことになっちゃう ねちょっと悲惨な結果になっちゃうよね。悲惨になるし、ハードロックの人も聞いたんですけど、なんかあんまり高すぎるから、もう最後は本当にちょっときついから、シャウトなるからね。でもあれはそういう、あれはシャウトするような曲じゃないから ねそもそもね、やっぱ最初の音の選び方がね、そう出だしがね大変低めに行かないとさ。でもねなんとなくね、音感が松下さん聞いてたいかがでした。いやもう良かったと思いますよ。だ雰囲気がもうそういう ね割とそういう雰囲気になっちゃうから、僕立願いますから始めるじゃない。国家選手ってそんなにみんな歌うことはないじゃん。いやないでしょ。だって練習したことがなかったからさ、俺学校小学校とか中学校とかみんなで一緒に歌うじゃないですか。一人でピンで歌うことないもんね。そうでも私人生で君が代歌った記憶がないんですけど。え学生の時とか、一切ない。なんででしょう。そうなの、歌ったことない。あそういえばそうなんかない人もいるだろうね、でもやっぱりね、そのああいう後楽園ホールとかで歌うとなんかね、あこれは素晴らしい歌だなとか思ったね。やっぱりそういう意味とかね、だからブレスとかが難しかったりするのよ。だから、ね、あちょっと早いい経験させていただきましたね。ちょっと早いところありましたね。チェック、何それチェックした。俺が言ってたらいいんだよみたいな。いやあれでもね、いい勉強になりましたし、割と落ち着いて僕できた。あ落ち着いてましたね。立ち位置はちょっと間違って、ずっと違うとこ立ち位置をさ最初間違えちゃって、そのリングの真ん中に立ってちゃったのよ。真ん中じゃダメなの？いや選手が入場する前で、一応選手が入ってから移動するって感じだったのね。なるほどね。ずっと立ってておかしかったな。プロフィールをさ言われたから、リングアナウンサーに。そしたら真ん中に行った方がいいのかなとか。もじもじ、それは結構長いですね。長いプロフィール全部立ち位置間違えましたからね。でもあれはね、普通の人は分かってないと思う。そりゃそうですよね、間違ってますとはないですけどね。会長さんがいらしたから、会長さんも、プロレス協会が、それで2人こう呼ばれて中に入るんですけど、いいね、勉強になりました。ね、佐藤さんありがとうございます。ありがとうございます。オリンピックの顔と顔よく知ってます。なんでこれ今日開会式でしょ。あ、ね、夜か、夜ですね。アメリカの時間に合わせてるんだっけ。なるほどね。あ、なるほどね、だから11時かそんぐらいまでかかっちゃう。夜ってでしょ、向こうの午前中かでしょうね。朝6時とか何時からか、9時からぐらいかな、夜始まるの。な確か、まあいろいろね、なんかありますね。ありますけども、まあね、まあでもありますが、ちょっとお便りじゃあ続けていきますね。はい、行きましょう。ちょっとね、これは気になる。皆様お元気でしょうか。
どちら様ですか？これはね、中に書いてますのでちょっと聞いてください。いいですか？はいはい。都内は夜のオリンピック開会式に向けて交通網が混雑しているのではないかと心配しております。いろいろな問題を含んだオリンピックですが、選手の皆さんのご健勝を祈るばかりです、うん、遅くなりました。入院中の陽性祖祖です、うん、あら、入院してんの？そう、親知らずが炎症を起こして口が開かない状態です。あら、厳しいね。勝手ではございますが、皆さんに助けられ頑張っているマスターと、うん、お手伝いしてくださる皆さんに、うん、風の中で立てと、うん、としみさんのおそばをお願いします。もしゲストの方がいらしたら飛ばしても構いません。よろしくお願いします、ということです。なるほどね。あの、1日も早いね、入院しちゃったのね、うん、大丈夫ですか？まあ、そうですね、親知らずって痛いんでしょう。この間ね、俺もね、その親知らずっていうのね、あの、入院するぐらいだから、歯茎がね、ちょっと歯茎の方が腫れた時があって、ちょっとだからそういうとこあったね。でもあれで何、消毒するやつあるじゃない、うん、イソジンか、はいはい、あれで消毒3日間ぐらいしたら治ったけどね。僕去年か一昨年抜きましたね、最後に。あ、やっぱ抜かないとね。抜ける人はいいけど、ほら、曲がっちゃってる、曲がっちゃってる人はね、多分ね、抜けないで、ね、切らないと全身麻酔しなきゃいけない。ああ、神経に本当触るような感じだった。だから多分ひどいんでしょう、入院してるぐらいだから。なるほどね。お大事にね、早くね、良くなるように。ちょっとチェックしてみてください。チェック、はい。風の中で立てですね。はい、お蕎麦。蕎麦はちょっと、それかな、うん。続けていきます？うん。結局、やってからにします。やりますか、曲ね。はいはい、まず、リクエスト、笑顔さんからね、この間来てたんだけど。はいはいはい。それ僕、なんとなく覚えてて。はい。オンリアサイドのリクエストを聞いてたのね。はいはい。それをね、今日やらせていただこうかなと思います。はい、わかりました。これは娘のためのね、歌です。作った歌ですね。これは今の CD のフルボディにも入ってます。オンリアサイドいきますか。はい。
はい、カラオエシロオンニュアサイドをお届けいたしました。ということでですね、今日は金玉ということですけども、結構俺耳鳴りがしたりなんかしててさ、でも全部前からなんだけど、あ、それでちょっと特殊な音だけ聞こえなかったりするのよ。前言ったかもしれないけど、なんだろうな、この間ライブの時ごぼうさんとも話したんだけど、ごぼうさんもそんな感じで左側がなんかちょっと聞こえづらいって言ってて、俺前病院に行った時に体温測ってくださいって体温計渡されて、はい、でそのさあ、ピピピが聞こえない、それが聞こえなかったのよ。俺、あなた鳴ってますよって言われてさ、ものすごいショックで焦ってさ、体温こう見て体温計振ったのよこう指人差し指で押さえて水銀のところ、そして渡したら看護師さんがクスクスって笑ってさ、聞こえないことがもうなんかすごくショック で体温計振って渡したら、考えたらデジタルだから振らなくていいのよ。振らなくていいっすね今時のやつはね振っても何も変わらないんで、看護師さんもクスクスって笑うのよ。何ですかそれはね。だからあれはショックだったね。でもね、上の音はだんだん聞こえなくなるんですよね。まあ廊下だろうけどね。僕子供の頃とか高校生ぐらいまでテレビのブラウン管のキーンって音ずっと聞こえあったね、今もう聞こえないもん、キーンって音。ほんと、まあもうブラウン管のテレビが世の中にあんまないっちゃないんだけど、うちにはあるんですけど、ブラウン管のテレビがそれがさ、俺は本当はあの時もうすごい恥ずかしかったな。体力絶対振って元に戻してしまいなさいってこう小さい時言われてたからあれ振らなくてもこう入れて紐がついてるやつでしょ。あ、紐で回すよね。キューンってフィーンってやる、あるある、ね、そういうのもあるね。俺はね、きっちり振るのよ、人差し指当ててこうなんか当たったら怖いじゃん、なんか割れちゃうね、今はだから今ピッピッとかだから、そうそう、手首とかね、首のとこでこう測ってもらえるじゃない。だからもうほとんど毎日検温してるけど、体温計じゃないからね、今ちょっと俺楽なんだけど、電子音が聞こえないから今もうここに赤外線みたいなのピッてガンガンタイプのやつでピッて測れちゃうんですよ。まあ、あれちょっと当てになんないけどね。あれあんまり良くないっていう人もいるよね。表面の温度測るからなんだっけな、汗かいて外歩いて風浴びると、ものすごい低く表示されるんだよね。あ、ここだけだからね。34度とか。そう。32度。もう死んでんじゃないですかって言われてね、34度とかな。体温ないみたいな。ないみたいな。測れませんとかね。ローで。32とかね。だからなんかね、今だから俺銭湯とかよく行くんで、しょっちゅうそういうのやる、検温するじゃない。だからもう熱があんまり出ないよね。前ちょっと俺熱出したりしてたんだけど。僕も熱なんか何年出してないですかね。風邪もほとんどかかんないし。首の治療で俺首に注射毎回5、6本打ってたから、ずっとそれ治療してて、まあだいぶ右手も動くようになったんだけど、はい、その注射の打った日っていうのは熱が出るのよ。そうなんですか。出るもんなんでね。だからそれがいつも毎週っていうかね、そういうのがあったから、その日はちょっと熱っぽくなるね。それはすごい慣れてて、だからそういうのあるよね。ただその体温計はね、ちょっと恥ずかしかったね最近いいよね、ピーピーでピーピーが聞こえないからさ、聞こえないっていうのがよくわかんない。いやだから、それ2回ぐらいあったもん。他のところで測ってもらって、もしかしたら今ブルブルとかいうのもあるかもしれないね、今時。あ、そうなの。わかんないけど、ほら耳が不自由な人はピピって気がつかないから、振動でね、振動でプルプルとかっていうのなんかありそうな気もするけど、鳴ってますよって言われたらさ、ドキッとするんだよねそれショックかも。いやでもね、年齢いくと聞こえなくなる。そうそう、上の音がね、だんだん聞こえなくなるで、やかましい音でさ、俺自分の声で聞こえなくなってんじゃないかな、みんなそれはあるかもしれない。自分の声がでかすぎて耳がだんだんやられていくという、ということでね、今日はね、みんなもそれでなんかリクエストね、前も来てた江川さんのリクエストだったかな、いろいろあったんだよね。それをちょっとやりたいと思うんですけど、何今来たんだけど、これ鈴木さんだと思う。スタジオの皆さんこんにちは、それだけが2回来てる
本文がないんですけどね。本文がない。はい、元気ですかみたいな。私の青空来てましたね。はい、これいきますか。はい、私の青空ね、歌ですね。私の青空、これも、江川さんのねリクエストだと思います、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、お便りなんかありますでしょうか。はい、ありますね。行きましょうかね。はい、ミキさんの行きますね。博多のミキさん。いただきました。はい、皆さん、はい、こんにちは。はい、こんにちは。裏の保全林からのセミの大合唱で起こされる日々です。お保全林ね。保全林。はいはいはい、保全林って何？公園。そうそう、うん、なんだっけ。いろいろ風とか水を防ぐような防風、ね、防風、うん、先週の五代みちこさん素晴らしかったですね、うん、友達が所属していたバンドヒートウェーブも歌ってた、うん、満月の夕べから聞けるとは思わず、うん、いきなり涙を流してしまいました。おそして今週は金玉ですね。仕事の合間になんとかリラックスタイムを作るためにも聞いています。はいはい、かなおさん、この間バンドライブ、うん、盛り上がったそうですね。あ、はいはい、やっぱりライブは最高ですよね。そうですね、あの南林間ハイダウェイね、まあ、平日っていうことでね、うん、あのまあ、お客さんもそんなにね、あのいっぱいじゃなかったんだけども、なんかねやっぱあそこ店の雰囲気がやっぱりすごく良くて、うん、やっぱりいつ行ってもねあったかくこう迎えてもらえるとね。そうですね、で来た人がみんなねなんかあのすごく喜んでいただいて、うん、あのでたまたまお酒も飲めたのよね、うん、あのギリギリ最後ギリギリ、ギリギリね、そうだからもう酒飲むのが忙しいからさ早く終わんないと終わんないとでねえライブ結構飛ばしてやったんですよね。そうあそこはね8時きっかりで閉めちゃうからね、うん、そう酒はもうアウト、うん、でもまああの、うん、でもなんかね僕思うけどもそういうライブハウスってすごくね、うん、もう以前よりも増してね、あのその要するにあの感染対策がもうすごかったのよ。シールドみたいな、シールドじゃない、こうビニールみたいな、ハイダーウェイはもうものすごいしっかりやってるからね、しっかりね、うん、あのやっててもう完璧にね
もう終わったらすぐ消毒拭いて、床まで消毒するからね。そう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 、だからすごいね、涙ぐましいことをね、あのお金もかけてね、やったのに、それからまたさね、あの出せないっていう、見張りが来るとか言ってましたね。そう、なんかやっぱり見回りたい、見回りとか来たり、そういうのもあるから、だからやっぱきっちり、もうどのライブハウスもね、今きっちりやってますよね。だからまあ、そのお酒だけのせいじゃないような気もするんだけどね、僕は。まあなんかほら、最初の頃はライブハウスで感染って騒ぎになったけど、その後全然聞かないしね。全然そういうのはね、あれはね、たまたま陽性の人がそこに行ったわけで、そこで発生したわけじゃなかったんだけど、まあまあね、そのニュースのね、怖さですよね。だから取り上げられ方がね、そういう風になっちゃってて、なんかこう、標的のようになってきてる、標的みたいな感じで言われるけどね、決してね、そんなことなくて、やっぱりその商売、それで商売やってる人たちはものすごく大変だと思うよね。続きがありますけどね、はい、かなり良いライブが博多でもどんどん続いて盛り上がっています、うん、とはいえね、国際的な一部の方々のお金儲けに感じてしまうイベントが、うん、今日開催されるのにつれて恐ろしいのは新型コロナウイルスの再度の蔓延です、うん、実はこの間申し上げた親族も先週の金曜日に天寿を全うしました。はっきり診断書には COVID-19 と記されてまして、そうなると火葬場も時間外じゃないとダメで、生涯独身で84年の人生を終えた叔父のため、遺品整理などこれからが大変ですが、きちんとしなきゃですよね。大変ですよね。なんと西武ライオンズの日本シリーズの3連覇の記念の手の具まで見つけたのは驚きでした、うん、西武ライオンズ、だいぶ前だよね、だいぶ前よね、西鉄ライオンズ、西鉄か、ごめんなさい、西武じゃなくて西鉄ライオンズ、それはもっと前だもんね。さらに前だよね。西鉄ライオンズは九州のバンド、バンドじゃない、ね、球団だってんですね。だからニューヨークヤンキーズっていう帽子があるじゃん、キャップ、NY の、NY って書いてあるけど、西鉄は NL って書いてある、西鉄ライオンズ。でも同じようなあれだ、かぶってる田崎君とかさ、そうなんだ、田崎君って俺てっきりさ、ニューヨークヤンキーズかと思ったら、NL って書いてある。なるほどね、なんだと思って、すごいね、西鉄ライオンズね、その手ぬぐいが見つかったんだって。では皆さんもとにかく正しく怖がって、しっかり健康管理していきましょう、うん、リクエストをかなおさん言う、諦めない気持ちで前を向いていきたいです、あ、桜田さん少しふくよかになられた感じが俺が先週言ったから、言ったから、いや、あれね、髪型のせいだと思うけどね。そうだ、免力、いや絶対太っとうよ。そうすか、太っとう、免疫力アップ、なんかこうなってるあんまいいか、はい、免疫力アップのためですよねって書いてますよ。ありがとうございます、ありがとうございます、その通りです、そう、じゃあ、ね、みっくんのね、リクエストを答えましょうか。ゆういきますか、はい。
る。はい、ということで博多のミキさんね、あのいろいろ辛いことも ありましたでしょうけどもですね、どうか頑張ってね、負けないで、いてほしいと思います、ということでね、そろそろあれですか、松下さん行きましょうよ。あ、ミキ君がね前にね、松下君なんかリクエストを来てた、いただいてましたね、ずっとやってなかった曲があるのよ、これ、これまで愛してっていうね、これなんで始めたの？なんか理由があったよね。これなんかリクエスト来たんだっけ？いや、なんでしたかね、これ。なんで始めたんだっけね。なんか冗談で始めた感じ。なんか冗談じゃない。冗談じゃない。俺まで愛してって。なんでしたっけね。なんかそんな話。歌詞がすごくなんだか斬新なこの時代にしては。ね、そうですよ。骨まで愛してる。パンクの歌詞だよ。考えたらね。やってみますか、はい、ね、
以前ね博多のミキさんのリクエストにお答えしました。もう骨まで愛してでしたけどもですね、はい、これは、ジョー・タケさんですね。皆さんご存知のね皆さんご存知でしょうかいやあんまりわかんない、ね、年代的にあんまり知らない人これ知らない人じゃないですか。あんまり世代が違うんだね。やっぱりね、こういう話をした時すぐ分かりますよね、うん、年齢のことがね。いや、こういう歌があるっていうのは聞いたことはありますけど、その程度でしょ。うん、その程度やっぱりその程度で偉そうにする何それこれはやっぱ年代がね。いや申し訳ないけどね、そう、存じ上げないですよ。そういう感じで、そういうとこでやっぱり俺は立場まあ、松下さんに失礼だけど、いやいや感じますよ、だな、年が、うん、ですよ。だって ねこの前ほら、この前から私 の話をするときにね、加納さんほらひばりさんの話をよく出すけど、だって没後33回忌だったんですよこの前。そうそう、ね、そしたら1歳の子が33でしょ、うん、そうですね。今からだって全然知らない人の世代が多いわけですよきっとね。そんな、そうですね、まあ映像は残るでしょうけど、うん、だからそういう感じでね考えると、でも意外とだからその親が聞いてて子供も聞いてるとか、まあそれはあるでしょうけどね、ケースもあるんで、うんうん、でもね今はどちらかというとそのインディーズのね、うん、で出してる、まあ、この番組にもあのな例えばヒタメンブルースの工場内君とか、まあ、いろんな若い世代の人たちが、もっと若い世代の人たちがブルースをやったりとか、あとそのロックでもね、あのジミー・ヘンドリックスとかもおそらくね、まあ、そうです、知らない世代なのに、まあ、やっぱり親の影響とかもあるんだと思うけども、そういうのをやってる人たちもいるよね。そうです ね、あ、そうですね、みんながみんなそうやって考えるとそうですね。いややっぱね、うん、地味編とかのいいやつはいいので永遠に残るっていうか、そ う、 ですね、そういう感じですよね。だからその日本のそういうのも残さないとダメですね。日本のもあれば、日本のあの昭和歌謡っていうか、ね、はいい歌いっぱいあるんで、きっと残ると思いますよね、ね、うん、今やっとね日本の歌もちょっとやっぱポップスも世界中で割とね、うん、SNS で広がってるしね。日本のほらなんかあの演歌歌手の息子さんのバンドとかすごいじゃん。俺この間初めて聞いて、あ、ワンオクロックのこと、うん、俺も嬉しいじゃん。あの子は素晴らしいね、世界的に活躍してる。俺したらもうやめようと思ったもんこんなうまいんじゃね、俺こんなんが出てきたらさ年若いだってさ、くたびれたじいさんがねやっててもしょうがないんじゃないかと思って、いや、くたびれなきゃいいんですよ、大丈夫ですよ。いや、若い方だけど、うん、あの僕はね、ちょっとみ、うん、あの体温計聞こえないけどかなりですね、だって。いや、まあでもいろんなね、そういう人たちがどんどん出てくるんじゃない、かっこいいよね、もう素晴らしい、めちゃくちゃかっこいいから、ね、彼はいわゆるその芸能界のあのなんか割とあのグループで踊ってる人たちいるじゃない、グループで踊ってる人いっぱいいます、まあ、割とそういう女の子ばっかりがグループで踊るような、はいはいはい、ああはいはい、あのいるじゃない、はい、そういう世界ばっかりじゃないからね。あ、そうそうそう、そうそう、実力がね。いやでも一般的にはそういう人が出てるじゃん。まあね、テレビとかそういう人のがまあいっぱい出てますよね。ね、うん、それであので音楽やってる中堅どころっていうか、まあ、桜田くんぐらいの、ね、年齢の人たちがその辺の曲を作ったりさ、俺の友達もあの話とかも作ってんだけど、うん、そういうのを作る世代がそっちに行っちゃうのよ、あ、食えるから、ま
これお仕事としては大事な大事な話で、まあね、そっちに行くわけでしょ、ね、でもそれもどうかなとか思うんだけど、まあ、それはね、俺はもう売れない俺の歪みだけど、そうそう、ね、ちょっと忘れないうちにちょっとこれが あの メールがね、はいはいはい、高橋つとむ高橋から来ました。アトランタから、はいはい、今日もね、はい、いただいてますよ、はい、リクエストも、はいはい、花尾さん、松下さん、桜田さん、キキさん、はい、初中お見舞い申し上げます。 ありがとうございます。武蔵小杉は30度超えの真夏、ね、夏真っ盛りですが、そういう感じです ね、はい、私は先々週に海に行ってきましたし、私が住んでいるエリアは子どもたちの学校も再来週から新学期が始まるので、うん、早いです ね、 早いね。私の中ではもう夏は終わりに近づいています。そんな中、日本では今日からオリンピックですね。はい、アトランタでオリンピックが、生み出す独特の空気感を経験している身としては、うん、このような状況でオリンピックを開催せざるを得ないことは残念でなりません、うんうん、あの独特の空気を、空気を感じてもらいたかったです、うん、ということで今日は久しぶりの金玉、なぜかほっとしています、はい、ありがとうございます。ほっとしている私がいます。かっこ笑い、リクエストさせてください。はい、マイフレンド、オリジナルバージョン、オリジナルバージョン、バラードバージョン、どちらも好きです、はい、そう、違いが分かりません、まあ、オリジナルってあれじゃない、音源アップしたやつ言ってんじゃないのかな。あ、そっか、あ、そうか、うん、そうそうそう、あ、ちゃんとね、録音まだしてないのね、仮歌、ね、うん、あの仮の録音しかしてないので、これもちょっと仕上げたいんですけども、じゃあこれを今日 やっていただけますか。やりますか。じゃあ、あの、ね、アトランタのね、高橋さん、つとむ高橋さん、はい、やらせていただきましょう。この歌詞はね、大山康彦ヒロさん、はい、いや、ごめんなさい、大山康彦さんね、はい、はい、それで、書いていただいて、 USA 大山空手の最高師範ですね、それで僕が曲作らせていただきました、My Friend。 あ、これ違うね、キーよりなんだっけ、 G か、ごめん。ちょっと落ち着きましょう。今 D だった。失礼しました。
ちょっと歌詞にね飛ばしてましたね見えなかったですね。いやあのね歌詞を見てると飛んじゃう飛んじゃうのよ。あ見てる見ちゃダメだね。見ちゃダメ。パッと見失うのよ。そう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 ですよね。そうダメだね、はいはい、全然なんか見ない方が普通に良かったかもしれない、うんということでね、本当にいつもドジばっかりしますけど、なんか来てますか？これね、さっきの鈴木さんのね、鈴木さん、はい、続きがあった。続きがありました。お、続きあった。先ほどカナオさんが国歌を歌われたことをお話しされていましたが、懐かしいですね。ご一緒させていただく、いただいたことを思い出しました。あ、そうですね。鈴木さんカメラマンで来ていただいたんですよね。 YouTube で撮ってもらったんですよね。そうです。ところあるんだけど、あんまり出さないはい、ところでカナオさんとしみさん、昨日の一昨日のライブお疲れ様でした。ありがとうございましたね。南リンク、はい、はい、はい、ね、楽しかったです、はい、桜田さんも先週の土曜日のライブお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。久しぶりに1週間でライブを3回行きました。ねえ、鈴木さん本当にありがとう。1日2回行くからね。すごいよね。暑い日が続きますが、皆さん元気で参りましょう、うん、はい、リクエストは何でも構いません、はい、暑さをぶっ飛ばしましょう。途中で送信を回してしまいました、最後にキキさん写真素敵でしたよ、ありがとうございます。あのほらアプリの可愛いやつ、アプリって言っちゃいけないのが、可愛く撮れてたね、フェイスブックでね。そういうのあるの？あれ私も教えてください。あとで聞こう、ね、みんなで。なんか可愛い女の人みたいになるの？え、そういうのとは違うよね。美肌とかなんてかっていろいろこう、ね、美肌ね、いいね。美肌も欲しいけど、スマホのカメラみんなついてるよね。ついてるの、ね、美肌とか。これ私後で教えてください、ね、じゃあね、今日最後、うん、最後になりましたけども、今入院してる、はい、須賀川のね、妖精ソソさんのために歌いましょう、風の中で立て、はい、いつも通りさ冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か知らない街に待っていた。
桜田たけしと、はい、松下としみ、田中美代でございました。また来週お会いいたしましょう。来週のゲスト、石川ジェームス洋次。Thank you.